マーカス・ウルフ・ヨハン・グロンホルムは、フィンランド・インクー出身のラリードライバー。スウェーデン語系フィンランド人である。2000年、2002年の世界ラリー選手権王者であり、WRC 歴代3位の30勝を記録した。父、ウルフ・グロンホルムは、フィンランドラリー選手権で2度のチャンピオンとなったが、1981年、マーカス13歳の時テスト中に、自己死した。 父の影響でラリーに興味を持つが当初はモトクロスの選手だった。しかし足を痛めたことでラリーに転向。1987年にキャリアを始めフィンランド国内選手権やスポット参戦でキャリアを積み1990年の地元選考にはワークス放出のトヨタセリカで出場した。これを機にトヨタとの関係が始まり1994年の 千個では、s t 1 8もセリカで5位を獲得した。その後も、トヨタカストロールチームやグリフォーネといった、トヨタ系プライベートチームや、三菱、セアトでのジ女、人参戦などで WRC に、スポット参戦を続けたが、プライベートチームゆえのテスト不足や、経験不足から、思うような結果が出せず、同世代のコリン・マクレイや、カルロス・サインツ、トミ・マキネンラとは、 対照的に不遇の時期を送る。しかし、フィンランド国内選手権では、当時最強を誇り、1994、1996、1997、1998年の4回チャンピオンとなっている。307WRC、2004年、ラリー・モンテカルロにてしかし、その不遇の時期も、1999年に結んだ。 不条との契約で一変する。フル参戦初年の2000年は、第2戦スウェーデンで、待望の WRC 初優勝を飾り、シーズン4勝を挙げて、念願の WRC 年間王者に輝く。翌2001年は前半戦でリタイアを重ね、後半に3勝を挙げたものの、スバルのリチャード・バーンズに王座を明け渡してしまう。しかし2002年には、年間5勝を挙げ、 2位以下に2倍以上の圧倒的なポイント差をつけて再び年間王者に返り咲いた。この年は好調のあまりしばしば笑いながら運転する様子が車内カメラに映し出されていた。この年はレースオブチャンピオンズでも当時新人のセバスチャンローブを下して優勝している。2003年は前半に参照をあげるも中盤からリタイアが重なりチャンピオンを逃した。 この年、チャンピオンとなったペター・ソルベルグや、その後圧倒的な成績を残し続けることとなる、セバスチャン・ローブといった若手が対等し、2004年からの新車 307WRC の不調などもあり、複数回の優勝は、スルガ年間王者までは、手が届かずにいた。フォーカス RS ・ RSWRC06、2007年、ラリー・カタルーニャにて、プジョーが2005年いっぱいで、 WRC からの撤退を決断したため、2006年からは、コードへ移籍した。2006年シーズンは、開幕に連勝を達成し順調なスタートを切ったが、ライバルのローブは常に優勝か2位という結果で、シーズンを進めた。ローブはプライベートで追った、怪我のためシーズン終盤戦の欠場を余儀なくされたが、クローンホルムは1ポイント差で追いつくことができず、年間2位でシーズンを終えた。 しかし、チームメイトのミッコ・ヒルボネンと共に、フォードの27年ぶりのマニファクチャーラーズタイトル、獲得に貢献した。この年は、フォーカスの信頼性が低く、ポイントこそ差をつけられたが随所でローブを上回る、走りを見せた。ローブが得意とするターマックでも肉迫する走りを見せ、実際に、ローブが焦りを感じるという場面が何度もあった。2007年は、 引退を決めて臨んだ彼自身最後のシーズンとなった。この年は、ライバルのローブと常に、ギリギリの激しい争いを繰り広げることになった。第2戦スウェーデンで優勝を飾り、ポイントランキングでトップに立つも、第4戦からローブに3連勝を許し2位に交代する。しかし第7戦イタリアで、ローブのミスに助けられ優勝すると、アクロポリス、フィンランドでも連勝して、再び、 ランキングトップを奪い返す。第11戦ニュージーランドではわずか0.3秒差でローブを下してシーズン5勝目を記録した。第15戦日本は各メーカーのエースドライバーが軒並みリタイアするサバイバルレースとなったがクローンホルム、ローブ両名ともリタイア後にチャンピオン獲得を諦めるような発言を残した。2戦を残して4ポイントのリードを得るがアイルランドで 通婚の2戦連続リタイアを起死し逆に6ポイントの差をつけられた。4年ぶりにタイトル争いが最終戦までもつれたがこれが致命傷となり、最終戦はローブを抑えて2位に入るも4ポイント差で敗れた。結果、引退年にチャンピオンとなることはできずドライバーズタイトル2位でシーズンを終えた。WRC のスケジュール変更を見越してフォードとは二千八年半ばまでの 契約を結んでいたが、スケジュールが従来通り年内で完了するとの決定と、まだ勝てるうちに現役を退きたいとのクロンホルムの強い意向により、契約を切り上げての引退となった。長年の相棒であるティモラ・ウティアイ年も同時に引退している。2009年パイクスピーククロンホルムとフォードフィエスタ GRC2008 年からは、夫人との共同経営で、 ショッピングセンターを経営する傍ら、更新ラリードライバーの育成に努めている。また、2.3戦とスポットながら、ノルウェーのラリークロス選手権にフォードフィエスタで出場した。グロンホルム本人は引退当時から、本当に限定的だが、例外もあるという言い回しで WRC への、スポット参戦をほのめかしていたが、2009年は、 スバルから WRC に復帰するとの予定が報じられた。しかし、スバルが2008年をもってワークス活動を終了してしまい、一度はクローンホルムの出場話も消滅した。ところが、スバルの実動部隊であったプロドライブが独自にインプレッサの開発を限定的ながらも継続しており、ボーダホンのスポンサードも受けられる見通しとなったことから、 同年4月のラリーポルトガルにスポット参戦した。ラウティアイネンも現役に復帰し、グロンホルムのナビを務めたが、結果は SS8 でリタイアに終わった。同年には、パイクスピーク、インターナショナルヒルクライムにも、フォードフィエスタで初出場。近年パイクスピークで絶対的な強さを誇っている、田島の弘に対抗できる一番手と見られていたが、途中で、 オーバーヒート症状が出た影響もあり、結果は11分28秒963と、田島に及ばず優勝を逃した。2010年は、フィンランドの実業家、マティアス・テルマンの支援のもと、WRC 開幕戦のラリースウェーデンに、フォードフォーカス WRC で出場。自らが経営するレストランの名前の由来になった、ステージ制限にで、ベストタイムを出すものの、 電気系統トラブルとパンクのため21位に終わった。また、2011年から WRC に参戦するミニのドライバー候補に名を挙げられ、ミニジョン・クーパーワークス WRC のテストにも参加した。2011年からは活躍の舞台をアメリカに移した。ベストバイのスポンサードを受けたフォード・フィエスタでこの年に発足したグローバル・ラリー・クロス選手権に出場。 そのシリーズ戦として組み込まれたステープルズセンターでの X ゲームズラリークロス競技に出場し銀メダルを獲得した。2012年は開幕に連勝を挙げるも第3戦の X ゲームズではプラクティス中のクラッシュで負傷しリタイアしている。2014年よりフォルクスワーゲンとテストドライバーを契約しポロ RWRC の開発に関わる。 新規定の2017年モデル開発にも加わっていたが2016年限りでの WRC 撤退表明により遅ら入りとなってしまった。2018年の WRC フィンランドでは SS1 のデモランをトヨタのヤリスで走り現役ドライバーと遜色のないタイムを出した。 2019年 WRC 第2戦スウェーデンで50歳になった自分への誕生日プレゼントとして、トヨタのヤリスでプライベーターとして参戦。SSS では、ローブと対戦するなどラリーを盛り上げた。やや口数の少ない人物だが真珠が、表情に現れやすく、強烈な毒舌を口にしたり、感情的な一面を見せることもある。身長は193センチメートルあり、 現役中は WRC で最も身長の高いドライバーであった。海外での愛称はボッセ。日本では主にマーカスと呼ばれている。苦労を重ねてきた経歴や、プジョー時代の活躍などから日本でのファンも多く、フォードに移籍しても人気は衰えなかった。既婚であり、3人の子供がいる。長男のニクラス・グロンホルムは世界ラリークロス選手権に参戦しており、 父親のマーカスは2016年はマネージャーとして2017年は所属チーム GRX のオーナーとして息子をサポートする。子ドライバーはティモ・ラウティアイネン。妻はクローンホルムの妹であるため、ラウティアイネンの方が年上だが、クローンホルムの議定にあたる。フィンランド国内選手権で8回チャンピオンを獲得し、鈴木 SX4WRC アップ上307。 WRC で WRC にスポット参戦したセバスチャンディンドホルムはいとこにあたる。ありがとうございます。